そう、本当はね配信予約入れたいんですけど、何時か予測できないということで。今日はお仕事ちゃんでした。ハートありがとうございます。初めてココミちゃんとお話ししたんですけど、バブちゃんだね。バブちゃんでした。お顔がバブちゃん。なんかいつもね、みよ何時に帰宅するかわからないんですよ。そう、コンペイトありがとうございます。そう、中3って言ってた。なんかゼッケン14×15 みたいな感じで15歳かと。そう、バブちゃんだ。ハートありがとうございます。なんかさ、写真と声しか知らなかったから、なんかバブちゃんには見えなかったんだけど、本当に赤ちゃん赤ちゃんだった。うちの他の同期も言ってました、末永さんに似てるみたいな。そう、ミオは思わなかったけど、ミオはバブちゃんだなって。ハートありがとうございます。ランプもありがとう。コンペイトありがとうございます。そばぶちゃんでした。さあちゃんともお話ししました。コンペイトありがとうございます。やっぱわからないものだよね。ちゃんと関わったことないからさ、みんな関わってみないとわからないよ。にじにじって呼ばれてるっぽいな。にじにじって呼ばれてるっぽい。伊藤さん、いい感じ。虹だなんて、虹なんて。ハートありがとうございます。コンペイトありがとうございます。ね、珍しい。ドスコイとは話しましたか。だってあれでしょ、南沢さんはまだお話ししたことないんですよ。そう、 SNS の画像でしか見たことがないです、まだ。十二期紹介見てない。ドスコイ、まだココハちゃんとサーちゃんと、ココミちゃんしかお話ししたことないか。ちゃんとは、あ、身長高いんだ。南沢ちゃん、南沢ちゃん、南沢って覚えちゃってるから。南沢ちゃんね。あ、中身は子供だよ。だってそうなの、なんかおとなしそうに見える。何も知らないけど、ハートありがとうございます。リンズの動画見てない。 YouTube に上がってるの。
ミオ、あの提出期限過ぎたとかじゃないからね、ミオ。ティーンズユニットじゃないから。ティーンズユニットじゃないから、もともと。ハートありがとうございます。あ、お相撲が強いから、ドスコイってこと？ミオの学校に、お相撲小学校、お相撲の広場、何あれ、お相撲の広場あるやん、お相撲さんがお相撲するやつがあった。お相撲のやつ。え、水色のセーターT シャツいいね。今日初めてね着てみたの、セーターT シャツ。いい。いい、水色好きなんだよね、実はこう見えて。今日花粉やばすぎて本当に無理。なんか外歩くの本当に辛い。目もかゆいし鼻もかゆいし。ハートありがとうございます。でもあれ見ました、ビューティフルだっけ、めっちゃいい曲、いい振り、いい曲、いい振りじゃん。なんか陸淡路上位って感じの歌でした。良さげ、いや良かったな。あ、そうそうそう、土俵です、土俵がありました。土俵って言葉なかなか使わなすぎて。ティーンズユニット参加したいな、ミユも。ミユも参加したい。やっぱりティーンズも素敵だし、うん、やっぱ気で分けるのも素敵だと思うんだよね、たまには。やっぱ10ティーンって言われちゃうと参加できないので、たまには気別で分けてみるのもどうかなみたいな。何期以下とかね。手形届いたよ、だって手形のみ結構レアなんだけど、手形のみ。手形のみはレアなんだけど。ミオは写真撮るためにセタンティー来たので、 XL を来たんですけど、まあ、でも水色いいの、いい色だなと思って。ミオがいい色って思うってことは、みんなも似合うってことだよね。ありがとうございます。まあでも一番最初のセーターティー以外は割と見つけやすいですね、着ている方を見ると。けだもありがとうございます。ハートもありがとうございます。え、じゃあもし9歳の子がSK入ったらティーンズユニットは出れないってこと？寝れないってこと？手形可愛かった、だって可愛いとかあんの？手形可愛いとかある？じゃんけん頑張って、だってでももう終わっちゃってるから頑張りようがないのよ。あと運なので、じゃんけん運すぎて。ハートありがとうございます。ミはセタンティーは1枚で来たりするので、その時に XL を着ます。え、そう、手形のね、色紙がね、桜模様なの今回。さすがにミオのためみたいな、桜だよ思ってた。え、最高、桜じゃんと思って。ラムグラムありがとうございます。まあ、手はどちらかといえば小さいって言われることの方が多いです。ティーンズユニット参加しよう、参加してみたいな。一度参加してみたいな。しかもこう無条件に参加できるじゃないですか。これショールームイベントとかだと。立候補しないといけないっていう
そう、色紙桜でピンクでよかった。おー、さすがにミオの「おー」から来てるなーみたいな、うーん、さすがにみたいな感じでした。まあね、前回のティーンズユニットも参加できなかったので、まあ、加入したてだったらいけたんですけどね。ティーンズじゃないからだよ。ティーンズじゃないから参加できなかったんだよ。ミオとリカだけ参加できなかったです前回。でその時も、そんなのがあるんだ、いいなと思って、今回もできなかったんだよ。コンペタありがとうございます。なんか前のティーンズユニットでなんか10期、ミオとリカ除いて10期でなんか青春ガールズとか披露してて羨ましかったんだよ。ミオもその曲だけ参加したかった。そのまあティーンじゃないのは一回置いといて、曲だけやらせてほしかった。それから10期の数少ないステージをミオも一緒に出たかったです。でも期間、そのもう決まった時からいいなって言ってました。裏ではね、リーちゃんといいなとか、参加する権利もないからねって、入る入らないは一回置いといて、まあまあいろいろありますよね。あとありがとうございます。でまだ22って思うと、まあ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 ピースだから可愛いかなみたいな。23になったらやばいけど、22なのでまだ。なんかテレビブロスさんで「みよみき1歳差」って書いてたんですけど、記事に、あの2歳差。うちは実は2歳差でもね、1歳差の期間の方が長いんよ多分、誕生日の的に。でも学年で言うと2歳差。マジ22はなんかまだ若く感じる、なんかちょっとイエーイみたいな感じ。そうから1歳差ではない。学校だったら2歳差だから、確かに今の年齢は1歳差ですけど、でもりーちゃんとも1歳差なんだけど、2歳差の期間結構長いです。だってミオが今社会人の年で、ミキが第3なんだって今。そう思うと分かると思った。ありがとうございます。本当になんか時が止まってくれないかな。一生年取ってるんだけど、スケイ入ってから。マジ時止まってほしい、一回止まってほしい。さすがにね、SK 入ってから、あれすぎて、あれ、時が流れるのが早すぎて、追いついてないんだよね、気持ちは。確かに、高1の時、高3の先輩ってめっちゃ上に感じた。いや、むっちゃ大人だと思ってた。本当にミオだけ一生年取ってて無理。みんなそうでもないんだけど、ミオだけめっちゃ年取ってる。なんでだろう。1年でいっぱい年取ってる感じ。
なんでだろう、そういう魔法にかかったのかな、スキーに入って。マジでなんか時系列がおかしいです。だってなんか何してたって言ったらわからないぐらいなのに、年だけ取ってくる、不思議。でも18で入れてよかった。なんか18歳ってさ、よくない？なんか高校生の年齢でもあるっていう。19だと、あ、大人だねってなるけど、18ってなんか、まだ許される。まだ、高3でもいける年齢だから、ギリギリ18で入れたので、あと4ヶ月ぐらい遅かったら19だった。18で入れてよかった。ゼッケンに18って書けたの嬉しい。ハートありがとうございます。そう、早生まれの方がねいいね。でも昔は早生まれ困ってた。そのタンプレとかあったじゃん、ほんと中学とかの話。タンプレをさもらった人にミオはあげたい人なんだけど、早生まれだと最初に渡す側だから何あげようみたいな感じ。今日私帰るでしょ、今日も。だから栄でもみんなに会うかもしれないと思って隠れながら栄で今日過ごします。SKE の卒業メンバーさんに会いました。むっちゃ合うんだよね、 SKE のメンバーとかと。大人っぽさはあまり感じない。だっておかしいな、こんなに性格が大人なのに。こんなにミオタの性格は大人なのに。コンペートありがとうございます。そう、やっぱ栄だけはみんなに会うので、そう、栄以外では絶対会わないんだけど、栄だけは会うんだよね。栄だけは本当に栄だけはめちゃめちゃ会う。本当にさ、制服の目のゲネプロ見に行った時さ、SKE カフェがやっててさ、普通に劇場行こうと思ったらさ、めっちゃ並んでて SKE カフェ、超びっくりして。本当に知らなかったからカフェやってんの、ああってなって、ああしてた。ハートありがとうございます。で、ミオがやりたかったことは、お渡し会に付き添いと、個別じゃないトーク会、ジュイキちゃんとジュニキちゃんがやってたやつはやりたかった。そこでファンの方を獲得できる自信はないんですけど、
知ってもらえるっていうのはでかすぎて、結構ね、加入して1年後ぐらいにもう個別のレーンだったので、一番最初アンダー出て初めて見たとか初めて知りましたっていう人が多すぎて、一回やってみたかった、そういうなんか全国握手会的なお試しみたいな、トークとか握手とか一回はやってみたかった。ハートありがとうございます。名刺渡し会今やってるじゃないですか、こういうの、自分のファンの方じゃないファンの方とかに渡すじゃん、その選抜メンバーさん、そういうのいいねそういうのいいね。ハートありがとうございます。そう、やってみたかった。お渡し会とか何でもいいけど、なんか何かに付き添いたかったです。ちょっとでもさ、パッて見て、いいなって思ってもらえたら嬉しいじゃないですか。で、そう、ちょっと見て、あ、次はじゃあお話ししてみようって言って、もしかしたら特会に来てくださる方がいるかもしれない。5人は5人はいるかもしれない。まあ出会いの機会多い方がいいですから。そう、ほんと出会わなすぎて、みんなとちょっと出会いたかったです、もっと。ありがとうございます。一回くらいはね、一回くらいはやりたかったですよ。コンペイトありがとうございます。ないよりは、やんないよりはやってみなかった。どれもありがとうございます。グループトークなくなったね。もうなくなった。でも今回はどうすんだろう。ああ、そっか、ユニキちゃんが来てない時もなかったか。そう、まずあれ自体がなかったんで、トーク会自体がなかったからね。明日早起きなんです。今日よりも2時間ぐらい早起き、2、3時間ぐらい早起き。早起きして映像撮って2本練習します。鉄なの。コンペタありがとうございます。早起きちゃんだ、早起きちゃん。最近寝るのにハマってるから寝たいんだよね寝たいんだよね。ちょっと
ベッドありがとうございます。どうしてもね、帰る時間遅くて、そっからお風呂入ってってすると遅くなっちゃう。何をこんなに美は夜時間取られてるんだろう。普通に寝る準備するだけでもめっちゃ遅くなります。コンペタありがとうございます。本当に自分も何に時間かかってるかわからない。でもドライヤーはめっちゃ時間かかるんですよ。髪が多いし長いので、ドライヤーめっちゃ時間かかるけど、冬はいい寒いからドライヤーの時間割と良きなんですよ。冬は、夏は本当に無理だね。暑すぎて結構夏はしんどいけど、冬は全然いいです。なんかね、7時間寝れると個人的には嬉しい。あ、7時間寝たっていう気持ちで行動できるんだけど、今日は5時間くらい寝ました。あと2時間足りなかった。まあ、お風呂は絶対入るので、ミオはミオはお風呂入るんで、誰かと比較してるわけじゃないですけど、ミオはお風呂に入ります。そう、本当ミオドライヤーのことを暖房器具だと思ってるから、本当にあったかい。お昼寝は動いてるので、ね、寝る時間ないですね。何かしてるみたいな、外にいたりとか。いや、誰とか言ってないですよ。ミオは誰とか言ってないけど、ミオはお風呂入りますよっていう感じ。ミオはね、誰かとか知らないけど、ミオはミオはお風呂入ります。ドライヤーはね、本当に暖房器具だよ。なんかちょっと、ミオ、足先がすごい冷えるので、まあ、足先とかにドライヤー当てるとめっちゃいいんですよ。本当に、やってみてほしい。そんなやってる人いないだろうけど、髪の毛を乾かすついでに、なんか足先とか一緒にドライヤーすると、むっちゃあったかい。本当に足先むっちゃ冷えるんですよ。めっちゃおすすめです。一人で三角座りしながら、足寒いなとか言って一人でやってるの。お腹温めるといい。どうやって、こうやって。でもね、湯船使っててもね、お風呂上がったらもう足冷えてる。本当に足は冷えやすくて。でもわざわざドライヤーを使うっていうよりかは、髪の毛のついでにって感じで。本当にさ、街で足湯するじゃん。もう何年もしてないけど、足湯のスポットがあってさ、街で足湯するやつめっちゃ気持ちくない？めっちゃ体あったまらん。あれ天才だと思う。体が一気に体温上がる感じがする。本当靴下 NG で、帰ってきて、今も靴下履いてない。帰ってきて一番にまず靴下脱ぎます。洗濯機に入れるっていうのが帰宅ルーティーン。
なんかエアコン効かないんだよね、暖房つけてないみたい。本当に床暖房大好き。持ってないんですけど、床暖房お持ち。床暖房、まあおばあちゃん家とかにあるんですけど、めっちゃいいね床暖房は。あれはすごいわ、買いたいもん床暖房。めっちゃいい。足は持ってこないよ、体硬いから。ドライヤーは足に持ってくんで。ドライヤーは動かし放題だけど、足は動かし放題じゃないか。帰ってきたら靴下投げつけますよね、壁に。だって絶対嫌なことあったやん、仕事とかで上司に怒られた人やん。だからもう寝るとき足冷たすぎて、寝るときにね靴下履いちゃうと温度調節が自分でできなくなって、余計冷え性になるからダメだし。こたつは持ってます。こたつは効くんですよね、めっちゃ。ホットカーペットと床暖房って一緒じゃないの？ホットカーペットについて喋ってた方がいいの。だからなんか足だけ紫になってたりさ、ほんと足だけなんかゾンビみたいになってる冬は。ほんとに靴下は NG なので、実家の時からそう、帰ってきたら靴下脱ぐっていう。で朝起きた時も家出る直前に靴下履きます。ほんとに家出る最後の行動として靴下まあ着替え自体が最後なんだけど、メイクとか全部やった後に最後着替えて靴下履いてお家出ます。これは支度ルーティーンです。みよたんの支度ルーティーンは、朝起きてまずご飯食べて、メイクして髪の毛して歯磨いて、で着替えて外に出ます。これはいつものルーティン、いつも全く同じ順番でした、ね、なんかねご飯食べた後にすぐ歯磨くの好きじゃなくて、だからその間にメイクと髪の毛をやります。床暖房じゃないミオが言ってたの、何それ、何それ、そんな機能があるの床暖房。知らなかった。フローリング自体があったかくなるなんてものがあるんだこの世の中に。もうミオが言ってたのはホットカーペットの話だ。床暖房に出会ったことない今まで。でも大体朝に決めたり服、夜に決めたりする。なんかその時の大事度による服のね。なんかお友達と旅行とかだったら夜に決めるけど、軽くどっか行くだけとかだったら朝に決めます。ありがとうございます。本当に床暖房のそんな機能があるの知らなかった。部屋ごとってことね。何床暖房ってわからんくない、パッと見じゃん。ありがとうございます。だるまもありがとうございます。枕元に次の日の服を置いたりするの？それも初めて聞いた。でもサンダルは履いてますよく。去年もあの白のサンダルをずっと履いてました。
でも靴下で過ごすのが嫌なだけで、靴は全然いいので、部屋の中で靴下が嫌なんですよ。ホテルの時もすぐ靴下脱いじゃう。このお家で靴下が嫌なだけで、靴下が嫌なわけではない。だから靴は OK。 ハタありがとうございます。床暖房そんなに温まるの？なんか全然分かってないんだけど。あと大人じゃないから、なんかスリッパもあんま苦手です。めんどくさがり屋なだけ。そう、めんどくさがり屋なだけな。だからなんかホテルのミオのいつも泊まるのは、靴はすぐ脱ぐ、こう入ってきたところまでで、そっからは裸足ゾーンです。基本スリッパだけどね、本当はね。でも誰かと一緒にホテル泊まるときはなんかスリッパ使います。共同の場所だから。一人の部屋のときは裸足。そうだから靴下のプレゼントマジで嬉しくて、本当にさ靴下バリ使うからめちゃめちゃ助かってる、いつも。まあ何でも嬉しいんですけどね。でもこんな靴下が好きとかは全くないですけど、5本指のやつはあんまり履いたことがありません。全部同じやつ。本当にマジなこと言うと、あんまプレゼントの話とかしないんだけど、靴下いただく機会多くて、割と SK 入ってから自分で靴下買ったことほぼなかったんですよ。最近初めて買いました、自分で靴下。ちょっと本当になくなってきて、やっぱ踊ったりするので、寿命は多分普通に過ごしてる時よりは短いから、最近急にね靴下をパサってもらわなくなったんですよ。いただかなくなって、初めて靴下を買いました。そうユニクロで。そう、本当に買ったことなかったの、入ってからの話ね。ほぼほぼ買ったことなくて、で初めて買いました。あの3つ入りの3つセットのやつを2個買いました。靴下さ買うことなかったから、なんか、まあ、いっぱい買っとこうと思っていっぱい買いました。実はめちゃ実はなんですけど、そうだから5本指はちょっとダメかも、こしょばそうっていう。そう、なんか思いもよらない時になんか穴開いちゃったりするからさ、やっぱ踊ってると。あ、ドンキでも靴下買えるね。なんかその発想なくて、たまたまユニクロ行ったら見つかって、あ、そういえば靴下もうないわと思って買ったんです。そう、しっかりしてるよね、ユニクロさん。ユニクロさんしっかりしてる。ありがとうございます。おー、ミレイちゃんも穴が開くって言ってました。わかる。何の期間だっけ、なんかレッスンだった、ウィアーかな、なんかのレッスン期間めちゃめちゃ靴下が破れてた。いや、何あれ、新世代コンサートだ。
新世代コンサートの時2日連続とかで崩したいぶれてて、ネモハも踊ってる時。そう、別れてる靴下 NG なんで、個人的にはね。ありがとうございます。自由安いよね。自由が一番安くない？身近系で言うと、身近なお店系で言うと。そう、なんかね、まあ靴との相性とかもあるのかもだけど、あれぐらい踊る時だと破れちゃったりする。びっくりした、さすがに。靴下むちゃむちゃ泣いてるんだよ。待って、こしゃばいってか、方言だったらめっちゃ驚くけど。確かにスポーツブランドだったら丈夫かもしれないけど、だいたい可愛いやつ履いてるので。中敷きは使ったことないです、衣装でしか。サイズは言わないよ。おねだりしてるみたいじゃん。そう、おねだりしたいために言ったわけじゃないので、靴下の話をしたくて、靴下の話をしたので、サイズは言わないよ。みんなが送ってきちゃうからサイズは言わないよ。待って、知ってる人と知らない人がいすぎる。小商売は人によりすぎる。手形の大きさから足の大きさ想像するのやめてくれる？でもよく言ってるよね、ミオ、靴のサイズとかね。なんでもいいよ、プレゼントってやっぱみんながあげたいと思ったものをいただくのが嬉しいので。サイズの話したけど、ものはね。こそばゆい聞いたことない、逆に。そう、くすぐったいってこと、こしょばいっていう。だってこちょこちょって言うやん。でこちょこちょって言わないかな、もしかして。こちょこちょするって言わない。言わなかったら怖い。だからこしょばいじゃないの。関係ないか、こちょこちょとこしょばいは。こしか合ってない。こしか合ってないんだけど、関係ないじゃん。今なんか関係ある感じで出したけど関係ないじゃん。こしか合ってないやん。こしょこしょっていう場合もある。あ、じゃあこしょばいだ。みおちゃんに送っても届かないだって、プレゼントが。みおあてかな、それ。なんでだろう。でもたまにね、たまにというか言ってるメンバーもいます。プレゼント届かないんだ。いや、みんながさ、送ったよとか言ってくださるからさ、楽しみにするじゃん。届かなかったみたいな人もいるからさ。え、みや、本当にね、こちょこちょ苦手すぎてね、本当に苦手なの。でもちっちゃい時に姉ちゃんにやられるじゃん、やっぱちっちゃいから。もう本当に笑っちゃうじゃん。笑いすぎて本当に息できないかと思った瞬間がいっぱいある、人生で。
う、夜ご飯食べたんですよ、もう実は。そう、本当にね、こちょこちょは苦手です。あとね、布団にくるめられるっていう、姉ちゃんに息できないっていう。布団、ミオ、ミオが寝転んでて、布団、その上に姉ちゃんっていう。で、こう出口を塞がれるの、手で。そう、で出れないの。これめっちゃ良かったな。なんかさ、本当にさ、何すまきって本当にさ、ただの構ってほしい人だよね、今思うと。その時はもう本当にやめてって思ってたけど、ただの構ってほしい人っていう感じで見れるわ、今なら。本当に姉ちゃんとのエピソード喋ると、多分みんながミオのことを守りたくなると思う。あまりにもかわいそうで、あまりにも、あんま人間にかわいそうって言葉使うのはあんまり良くはないかもしれないけど、ちょっとミオタに関してはみんなが守ってくれる気がする。でも本当に仲良くなったのすごいと思う。あんなに嫌いだったのに、なんか遊ばれすぎて嫌いだったのに仲良くなったのすごい。大人になったんだろうね。なんかいつからか仲良くなってて、めっちゃで旅行とかお出かけとかご飯とか行く。だるまありがとうございます。でも本当に構ってほしいだけだったんだなって思います。ハートありがとうございます。あるあるだよね、本当に。なんかみんな大人になったら仲良くなる人多い。本当にいつからなんだろう。まあでもソフトボールの練習が一番ひどいかな。ソフトボールの練習で姉ちゃんがソフトボールやってたから、ミオがボール、ゴロとかフライとか投げて、姉ちゃんがそれをグローブで取ってこっちに投げてくるんだけど、こう速さ守備の練習でこうパッて取ってパンって投げるっていうね。ミオは素手ね。ミオは姉ちゃんのボール取るの素手。しかもミオはゴロとかフライとか投げてあげてるのに、姉ちゃんが投げて返す時にミオは素手だった。ほんと痛くて。でも当たった方が痛いから、取った方がまだ、手のひらだからまだマシなんだよ。逆ね、てか素手なの普通に。なんでこっちが素手なの。しかもミオソフトボールやったことないからミオ人生でソフトボールやったことないから、普通にそれで素手なのどうなの。だから本当に嫌だったの、練習行くの。しかも練習行くのがまず嫌だった。やっぱ努力家だからこう見えて、あの人はそれに付き添わされてたんだけど。ずっと素手だった。中学か、みは中学の時。しかもさ、ゴロとか薄で取るじゃないじゃん。人が投げたやつね、普通に上からこう
ファーストに投げるみたいな感じで投げたボールを据えつつ、痛かった、思い出しても痛い思い出しても痛いもん、修行じゃないんだから。ハートありがとうございます。もうバスケの役にも立たん全く立たん。ミオ何のプラスもなかったからね、痛いだけで。優しいよね、まず付き合ってあげることが優しくない？あ、でも怪我はミオしたことないので、ほぼ怪我したことないです。突き指とかもない、キックベースとバスケやってたけど突き指もない。なんかね、ボールであんま怪我したことないです。突き指骨折系ない。そんな手との握手会が販売中、やばい、どんな宣伝の仕方？なんか球技のスポーツの方が好きです。そのうまい下手は置いといて、球技のスポーツの方が好き。ダンスに役立ってないのよ全く。でも基本ママは知らないので、裏で行われてる出来事そう、基本ママ知らない。え、そう、本当にあの突き指とかを、だって今小学校からボール触ってきたわけじゃん。今まで一回も突き指したことないっていうのは結構自慢、プチ自慢。ボール触ったことあんまりなかったらさあれだけど、ずっとスポーツと生きてきて突き指してないっていうのはちょっとした自慢ですやっぱめっちゃするからさ、みんな。いや、まだ小学校中学校とかだと結構みんなするからね。でもスポーツ観戦したことなさすぎてあんまりわかんないんだけど、今日見たら見たで楽しいんだろうなって思う。なんかサッカー初めて、この前ほんと人生で初めて見に行かせていただいた時も普通にめっちゃおもろくて見てたし、盛り上がって、そのルール全部知らないのに。なんか見に行ったら楽しむタイプだと思ってる。野球とかもね、見に行ったら楽しめそう。なんかバスケをさ去年から見に行くようになってさ、それまでバスケ一回も見てなかったの、中学以来、中学のバスケ部の時以来ほぼ見たことなくて、なんか久しぶりに見て、なんか24秒とか思い出して、なんかエモって思った24秒を見てエモって思った。いや、懐かしい、この24秒とか思って。忘れてた、そんなんも忘れてた。え、そう、だから見ないだけで、なんか見たら見たで楽しいなっていうのに気づきました。はた、ありがとうございます。そう、あの24秒でさえもうわ懐かしいみたいなぐらいの、もう何十年ぶりとかのバスケだって15でしょ、中3で15じゃん。あ、まあ高校で、まあ、体育とかその中学行ってバスケしてるけど、だからスポーツを見るっていうのでは本当中学ぶりとかなので、懐かしかった。もうそれすらも忘れてた。ベタ、ありがとうございます。でもなんかルール変わったりしてるんだよね、確か。
だからわからないかも。でもフリースローは、フリースローじゃなくてシュートは得意な方です。全然スリーポイントとかのが苦手だけど。そうか、秒数をさ、練習試合とかでやるわけ。あれとかも今は全くできないけど好きだった。なんて言うんだっけ、もうそれタイマーかタイマー係好きだった。得点係とかあるんだけど、タイマーよくやってました。得点もいいけどね、のんびりのんびり得点もいいけど、タイマーは大事すぎてずっと見とかないとやんし。本当にルールが変わってそうだけど、まあまあ多少ルールをね、あれでもまあ楽しめますよまあまあまあ、ね、すごいよね、スポーツ観戦、スポーツって毎回違うからさ、公演も。何の話したかな今日は。スポーツ観戦と、やばいよね、もう忘れた。あ、なんだっけ、あ、姉ちゃんの話してました。でも確かに授業はみんなで一緒に、あ、靴下の話もした。みんなで授業してたけど、バスケ部とかいると怖いよね。確かに、ありがとうございます。結構靴下の話長くしてたわ。本当に怖いよね、本当にもう忘れるの、すぐ忘れちゃうの。そう、十二期ちゃんの話もしてた。でも高校の球技大会はバレーだった気がする。でもドッジボール大会もした、ドッジボール大会もした記憶があります。ハート、ありがとうございます。普通になんか試合はちょっとまだ難しい、怖いので急に普通にシュート打ちたい、あのボール触りたい、ドリブルとかできないのかな。ドリブルとかね、ドリブルとかできないかも。別にもともとバスケ得意ではないので、バスケ部だったけど、まあシュートが一番好きかな、バスケだとバスケだとシュートが一番好きです。やっぱさ、1対1とか3対3とかってさ、こうやっぱ一人、自分に一人ついちゃってるじゃん、怖いよねやっぱ。ディフェンス疲れると3対2とかでやりたい3対2とかでやりたいよね、こっち3で。やっぱ一人ついてる、あ、怖いもん、前に人いるとね、危ないし、ぶつかっちゃうし。みんな見たことないでしょ、ミオがスポーツしてるところ一回もないんじゃない。本当にスポーツとか運動とかは得意じゃないけど好き、そう、得意じゃないけど好きなの。だから無理やり得意って言うならばボール蹴りかなボール蹴り、ジャンルで言うとバスケよりも。
あげるならね、特技をあげるならボール蹴りです。でさ、バスケ接触あるから本当に怖いんだよね、やるの危ないから。あ、ありがとうございます。だからボール蹴りはちょっと一回お見せしてみたいかも。ボール蹴りっていう競技。ドリブルとかは NG よ、みよ。ボール蹴りね。キックベースは走らないといけないから、ちょっと走るのは難しいから。ボール蹴りだけやりたい。あ、ドリブルは苦手。サッカーの、サッカー苦手です。ドリブルとかパスとか。ボール蹴りならボール蹴りなら、はい。ボーリングも苦手ですよ。結構好きだけどね、やったら楽しいけど。卓球は分かんない。どうかな。バドミントンよりはできるはず。本当にミオ体育大好きだったの。本当に体育が一番好き。競技の、競技じゃない、授業の中で。ありがとうございます。テニスも走るじゃん。走るのはちょっと難しいね、疲れちゃう。だからボール蹴りでボール蹴りだ。 PK で、なんだっけ、 PK のさ、前に立ってる人ってなんていう名前、あれ一人いるじゃん。ゴールキーパーか。ゴールキーパーなしの PK とかやりたいゴールキーパーなし PK どうだ。まあいわゆるボール蹴り。で今 50m 走ったらリアルに9秒くらいだと思う。9秒半とか。ね、本当に体育好きで、やったー今日体育だみたいな。本当に体育だけは。今日体育の日だなみたいな。まあ時期にもよりますけど、マジで体育つまんない時期もある。なんかゴルフとか本当に。個人的にはね、個人的にはやっぱ若いからさ、いっぱい動ける方が好きなのに、ゴルフかって。マット運動は ONG ですね。でもゴールキーパーなしの PK は絶対外さないです。外さない自信があります。あ、そうね。え、ゴルフの授業ないのみんな。しかもガチゴルフだったらいいんだけど、なんか適当ゴルフだったから嫌だった。あとフリスビーの授業も本当に嫌だった。犬になった気持ち。そうで、冬は持久走だしね。3キロでしたね、持久走は。飛び箱 ONG ですね。一生やらせないでください、ミオに飛び箱。人生でもう一生やらせないでください、飛び箱 ONG です。そう、キックはボール蹴りって言ってる理由はコントロール自信あるよって意味です。蹴りたいところに蹴れるっていう自信はあります。そうだからボール蹴りが得意かな。言うなら、
違うんだよね、ゴルフあるからお嬢様じゃないんだよね。みんなが持ってるゴルフじゃない、本当にヤバゴルフ。なんかもうゴルフじゃないあれ、本当になんかもう全然良くない、全然いい授業じゃない。ほんとフリスビー嫌だった。なんか高3になってゴルフとかフリスビーとかってマジ何これと思って、もっと遊ばせてよみたいな。大縄跳びはまあ長めには跳べます。そう、理科がね、ミオの行ってる高校知ってるんだけどね、絶対お嬢様学校とは呼べない学校普通の学校です。なんか普通のいろんな人間がいる学校だった。全く誰が見てもあのお嬢様ではない、誰がどう見ても全くお嬢様の大の字もありません。普通の学校。もう超何もない学校です。もうほんと普通の学校、学校だねみたいな学校。そう、制服が可愛いなみたいな、ユニバー行くぐらいには、そう、学校終わりユニバー行くぐらいには制服可愛いなみたいな、制服ユニバーだなみたいなテンションだけど、普通の学校、普通に学校です。ただ人数が多いだけみたいな人数が多い学校みたいな。むしろお嬢様の逆みたいな。誰もありがとうございます。理科の学校も知ってるけど、やっぱ勝手に人の学校しゃべるのはあれなので、そう、ユニバーまで何分もちょっと NG でいいんだけどね。別に学校が地元なわけじゃないから別にいいんだけど、今行ってるわけじゃないから。普通超普通。特に何もなかったです。変わったことは。なんかほんといろんな人がいるって感じ。賢い人もいたし賢くない人もいた。そりゃそうか。あとありがとうございます。あ、でもほんとにクラス、あ、ほぼほぼみんな年パス持ってるぐらいは持ってる。言い過ぎかな、わからん。ミオの友達はみんな持ってました。年パス持ってないっていう友達はいなかった。で、東京で言うともわからないんだよね。な、高校あんまりそんな詳しくなくて、あ、調査不足なので、あの、なんだっけ、スクールなんとか不足なので、なんだっけ、見学行くやつ不足なので、あんまり高校のこと知らないんですけど、まあ、リサーチ不足。でミオの高校がじゃなくて地元の子もみんな年パス持ってた。まあ、ほんとたまに持ってない子いるくらいで。中学の子
こともユニバいっぱい行きましたし、6人とか7人とかで行ったりとかもしてたし、みんな持ってた。偏差値わかんない、どれぐらいか知らないです。マフラーありがとうございます。やんちゃな高校でもないよ、普通普通の学校です普通です。みんなが持ってる普通の学校です。普通女子校ではなかったけど、そうだからユニバはよく行きました。今よりもうちょっと空いてたしね、多分ユニバ。最近いろんなところで楽天カード終了してない楽天ポイントさ、いろんなところで終了してるよね。最近マクドも終了してた。最近どこも使えないんだけど、ポイント楽天ポイントめっちゃ溜まってんのに、全然使う時ないんだけど。楽天でお買い物めっちゃするからさ、ポイント勝手にめっちゃ溜まるんだけど、どこも使えないポイントどこも使えないんだけど、薬局とかもなくなったりとかして、場所によるだろうけど。そう、名古屋でいう高校も分かんなすぎて、なんか高校を聞いたりするじゃん、名古屋の子の。全く知らないね、本当にどこも知らない。アートもならん。ファイト、あ、いっぱいファイト、そんなにファイト、ありがとうございます。ケンタッキー使えるの？本当に楽天ポイント使えない。コンビニも使えないよね。いや普通にお買い物をするんですけど、何でも。そうだから毎月ポイント勝手に貯まるんだけど、どんどん消えてく。ポイント使えるところどんどん消え。ね、大手屋も何月で終了しますみたいな。そう、でも楽天ポイントをどっかに使い方変えれるの知らないので、わからないんですけど、まあ、持ってる分にはいいですけど。そう、楽天の買い物で使えるんだけどね。なんかね、ずっと置いてある。楽天ペイとかもよく分かってなくて、なんかただただ楽天カードにポイントが溜まってる人で、前はマクドで使ってたの。マクドぐらいしか使い方わかんなくて、薬局も使ってたけど薬局使えなくなって、でなんかマクド行くたびに使ってたんだけど、マクド使えなくなって、もう楽天ポイントマクドで消費してたのになみたいな。このアイドルっぽくないポイントの会話ただのポイントの会話。なんかよくわかってないんだよね。まあとりあえず最近いろんなとこで楽天ポイント終了してるなみたいな。楽天トラベルで使えるんだ。でもそこまで溜まってないかも。その楽天トラベルでなんか旅行できるぐらいは溜まってないかもだけど、まあちょっと割引ぐらいなら。セブリ使えるの？それはでかいかも。劇場のね、建物はね、劇場しか行かないんだよね。よくわかってない楽天ペイとか。一番始めたいのはペイペイなんだけど、憧れ。ペイペイ超憧れ。ミオの憧れです
憧れの存在。ポイント使ってお買い物したらポイントつかないんだ。よくわからないけど、まあ、ポイントある分にはまあまあいいかなみたいな。ほんとペイペイ憧れ、ペイペイの憧れポイントは友達にお金をくれるところがめっちゃ憧れです。ミオもやりたい。くら寿司は使えるね、楽天ポイント。ハートありがとうございます。そう、なんかさ、友達とご飯行ってさ、あ、今お金ないわみたいな、ペイペイで送っていいみたいなとかめっちゃ憧れなの。ペイペイやってるみたいな感じで、なんかペイペイでお金送ってみたいなのがめっちゃ憧れです。一緒にご飯行った時にペイペイでお金渡すっていう。ありがとうございます。ペイペイしたいよ、ずっと憧れ。ペイペイずっと憧れ。なんか友達に会うためにペイペイしたい。30分になったら終わります。そう、みんな銀行でお金下ろすのめんどくさいって思っちゃう人なので、できればそういうので済ませたい。憧れ、なんかみんなペイペイやってるんだもん。どうもありがとうございます。コンペイトありがとうございます。くまちゃん、くまちゃんずありがとうございます。茶色、茶色くまちゃんず、ハートもありがとうございます。かわいい、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 ありがとうございます。今日全然見てないな、あんまり。なんだっけ、彦星、織姫と彦星のひしもちセットありがとうございます。ペイペイ DMM でも使えるの。ケイトたちも、だるまたちも、ロケットたちもありがとう。ありがとうございます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 。もうお腹いっぱいです今日。待って、生誕くじでペイペイ使えるのは罠すぎじゃない？さすがに、さすがに罠じゃん。そう、今気になってるのはローソンの天一たち。ハートいっぱいありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。だるまさんもありがとうございます。ハートもいっぱいありがとうございます。こうみんながつなげるやつ、自分とつなげて。みんなが自分で自撮りして加工して
ちょ、みんな自撮りするんだよ。ちょっと待って、あ、なんだっけ、なんだっけこれ、え、ばいばいばい、思い出せない。織姫、あ、織姫じゃないか、彦星、彦星ありがとうございます。七夕彦星セット、七夕彦星スペシャルセット、ありがとうございます。そう、まだやってくれてるだって、もう終わる、終わるじゃん、もう終わるじゃん、あと2分。結構3月入って1週間個人的にね、勝手に予定詰まってて、焦る3月来るの若干怖い。まあなんとかなるでしょう。え、2月短いよね、明日で終わるんだけど、もう一日欲しかったな。2月短いな。でも2月後半は若干のんびりできたので、まあちょうどいいかも、なんか雨とムチみたいな感じ。そう、1月と2月は若干忙しくて、雨とムチみたいな。まあとりあえず早起き頑張ります、明日も。ちょっと待って、明日って特別な日、明日って特別な日、もしかしてうるう年、明日特別な日なの知らなかったんだけど、ハートありがとうございます。待って、明日特別な日じゃん、明日特別な日じゃん明日って特別な日じゃん、明日なんだ。30とかかと思って、てか何も考えてなかったけど、明日なのね、明日が特別な日なのね。楽しもうね、明日も特別な日、明日はうる年なので。ということで終わりたいと思います。今日も何気ない配信を見てくれてありがとうございました。花粉には気をつけてください。みよたんは今日は苦しみ、今日も苦しみました。あ、スペシャルおひなセットありがとうございます。織姫だった、織姫ありがとう。ということで終わりたいと思います。バイバーイ。 SNS 更新します今から。